式の司会を担当します、法政大学高校3年安井誠です。市営立川球場の放送を担当いたしました。役員選手入場、表彰を行います。優勝旗授与、優勝高等学校堀内忠一般財団法人東京都高等学校野球連盟会長から授与されます。堀内忠一般財団法人東京都高等学校野球連盟会長から授与されます。表彰状授与、優勝張則俊朝日新聞東京本社ゼネラルマネージャー兼報道局長から授与されます。メダル授与、優勝には優勝メダルを張則俊朝日新聞東京本社ゼネラルマネージャー兼報道局長から、準優勝には準優勝メダルを長名林薫朝日新聞社東京それぞれ授与されます。会長挨拶、堀内忠一般財団法人東京都高等学校野球連盟会長がご挨拶を申し上げます。国旗奉納、選手は脱帽し回れ右をしてください。役員並びにスタンドの皆様はご起立、脱帽の上国旗にご注目ください。スタンドの皆様ありがとうございました。選手は着帽し回れ右をしてください。西東京大会運営委員長が閉会の宣言を行います。以上で閉会式を終わります。役員選手退場、Thank you.